国です。2020年5月の3日ということになっております。本日は、えー、とちょっとためてしまったんで申し訳ないと思ってるんですけど、コメント返信動画というのを何本かに分けて撮りたいと思っています。えー、とこの1本目は、小田桜動画、僕の上げたやつです。ぜ全部僕の上げたやつですけど、まあ、当然か。で、小田桜動画と、上村高木宮本段原福田明日香の動画と、 えと米村キララ、西崎美く、大田春香、浜浦綾の、あとハロプロ DJ イベントについてというところにコメントくれた方にお読みしながらお返ししていくというふうな形にしたいと思っております。えー、と僕のコメント返信動画はいつもなんですけど、ちょっとラジオ番組形式みたいなところを意識し、ある程度社会情勢とか歴史に、うん、まつわるエトセトラみたいなのを織り込みながら行きますので、楽しんでもらえるよう工夫していきたいと思っています。お付き合いいただけたら幸いです。では早速いっちゃいましょう。 小田さくら動画ねこの私ねモーニング娘。の題材を取り上げるとすごく低評価がつくやつなんですけどだけどよく見てもらえるというところで、まあ、勉強しながらやりたいということもありますんでまずお読みしますね。えとうございます。えー、と小田さんの「ディアレスト」で思ったのですがリズムを確認しながら撮ってるってこと。 上下動と一緒に声も跳ねてて表現のところまで行ってない感じがしました。リズム取りながら歌うのはボイトレの動画で誰かが注意されてた記憶が点点点。歌声は素晴らしいし現役ハロメンとしては一番うまいと思いますが松浦さんはレベルが違いますね。ハロオタは自分の耳と感性で判断せず誰かが言い出すと盲目に現面歴史上一番うまいと思い込む癖があるような気がしています。 あと歌わりの細切れパートの動画を見てうまい下手を論じちゃってるのに違和感があったりで短いパートをうまく歌えるのと一曲きちんと歌えるのではジャンルが全く違うんじゃないかと思ってたのでこの話題はしっくりきましたありがとうございますちょっとねこの返答を寝かしてしまったんですけど僕小田さくらの話だけでもう少しディープなところに行きたいと思ってたんですが なんかね今それを待ってると機会を逃しそうなのでもうこの冒頭最初言ってしまおうと思いましたえっとね小田さくらの誤解しないでほしいのは歌が下手とかダメって言ってるんじゃないので多分このトップ73と同じ意見なんですよねでポジションでという話をこの動画でしてるんです。野野球球で言えばピッチャーののじゃなくて内手 投げ方とかそっちの方にシフトしていったのが小田さくらだと思ってて連携の中での歌は上手だっていうところを多分共感してもらったと思うんですよただそうなると ok お前とセカンドショートって言って入、はい、ってって3年4年やっててちょっとあ今日だけ1イニングピッチャー投げないっていうふうにしてマウンド上がったらもともと高校時代大学時代とかピッチャーやっていた人がマウンドに上がって 4年ぶりぐらいにマウンドに上がってじゃあ他のピッチャーと同じように投げられるかっていったらそうじゃないっていうだけのことなんですよ。でもプロなんです。こ,うこれをね多分共感してくれたんだと思うんだけどで残念ながら僕が一番集中して小田桜を聴くのはバースデーイベントとかでソロの部分になるもんだからそうするとソロの松浦綾をファンで聞いてた人の耳っていうところと。 まあ、そのソロの歌手出身だからね。っていうところで議論したくなっちゃったんですよ。もう本当それだけなの。誤解しないでほしい。もう小田さくら好きだから。好きじゃないとね、あの、論じ、論じないですよ、多分。ね難しいっすね。だけどこれを取り上げていただいてコメントくれたこと感謝します。で、今後もね、うん。ねこのリズム取りながら <laughs>。 もうもうう一回言うかというか、ね、リズムといながら、ね、歌うっていうのがリズムとってる感じになっちゃうと頑張ってんな応援したいなってなるけど歌手としてって水準っていうとっていうことなんですよ。これ難しいの、ね、でもこの話ができることは僕はあの好きな話なんで引き続きちょっと皆さんの,あの見てる目線とか聞いてる聞き方なんていうのをコメントにくれたら嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ続いていきましょう。 僕ねこれコメント返信動画結構リラックスしてやりたいんだけど力入ってる時間違えたこと言ってるかもしれないんでまあそこもあんまり多めに見なくてもいいから言葉でくれたら嬉しいねなんかバットだけとかじゃなくてじゃあ続いていきましょうえっ、ー、とコメントレスへのレスになります上村高木宮本段原動画まあほぼほぼジュースジュース動画でしたねで7日間戦争とか言って福田明日香のも混ぜております これ福田明日香を出してくれた人がいたから混ぜてます。あえていきましょう。風大左衛門さん、えー、ネタ返しありがとうございます。かりんちゃん、写真集発売でなくてもいいですが、かっこ、もし出すなら買います。かっこ閉じ。ソロ活動するにあたって何か弾みをつけたいものです。何か弾みをつけないと多少不安と思っているところが本音です。かっこ、ハロウタの外側の人たちに存在を知ってもらう必要がある。かっこ閉じ。 ね、風大左衛門さんはもう完全に、あの、運営側の気持ちというのを分かっていらして、あの、コメントされてるんで。まあ、その辺ちょっと面白いなっていつも思ってます。ね、これちょっと、かぶと忘れちゃった。これでいいか。えっ、ー、と、じゃ、お返ししますね。写真集はさ。うん。まあ、僕も、なんていう、八十年代からアイドルを。見ているもんだから、セットなのは分かってんのよ。で。 いやじゃないんだよ。ただ当時の僕どう思ってたかっていうと写真集とかで、まあ、1,000円台だったんですけど当時ねとか出すんだったらシングル1枚ののの方ががいいななって思ってたのがもう最初のスタートなんですなんかそれぐらい当時の8センチシングルが僕らはもうレコードから8センチシングルに変わるカセットちょっと挟んでんだけどのタイミングだったからあの8センチシングルを買って。 家で開封して CD ダブルラジカセに入れるって言って聞くのがすっごい最先端の聞いてる気持ちになってたのねで写真集ってなんかオールドスクールな感じがしてたのよでなんかそういうの見るんだったらもうちょっとなんかグラビアとかセクシー方面もうちょっと行ったやつの方がなんか正確な気がしてたんだよねなんか,、ね、か子供買ってだからよく分かんないこと考えてんだけどでそんな思いがあると 今の中学生とか高校生とかがどういう気持ちで見たり聞いたりしてるのかちょっと興味ありますよ。僕らの当時と同じなのかも,もっと全く違うハイブリッドの考え方してるのか僕らの時代はアダログだったなぁ。昭和ですからね。昭和から平成になるぐらいですもん。中1、中2が。うん。本屋とか CD 屋で。 買うまで、何回もためらったりとかしてましたよ。ね。まあ、風邪大罪もそのね、そ世代間どの辺なのかわからないけど。だけど、まあ、話ずれたから戻すと。ソロ活動っていうところに弾みをつけるんだったら、もう今年じゃないですよね。ある、ある意味。あの、いろんなタイミング、今年で考えてた人は。新しい考え方のギャンブルとの同時になりますよね。だけど、カリンは良かった。 まだジュースジュース在籍中で卒業延期というね切り札切ってますから来年まで僕伸ばしていいと思うけどね急いでなければそこで弾みをつけましょうよそんな感じですじゃあ続いてえっとレブロン・レイカーズさん巨人に入れなかった浜ちゃん人気球団への憧れや未練を反骨精神に変えて打倒巨人で戦った姿は西武清原のようだ 思い通りにいかない世界でがむしゃらに生きた彼女に拍手ここで俺浜ちゃん語ってたかまあいいやありがとうございますえっ、ー、とじゃあこの点をさらっといきましょうえっ、ー、とね浜ちゃんこの表現間違いないと思うんだよね僕多分笑顔で例えたからだろうねでも西武清原も同じだよねジャイアンツに憧れて野球やってたんだけど巨人に振られるみたいな雰囲気でしょうんかる で浜ちゃんは江川にも例えたしなんとなく「篠岡」とかねそういう <laughs>、うん、まあでも篠岡とか江川とか入れちゃってるから多分これレブロン・レイカーズの表現とは違うんだろうねでも清原も入れちゃったもんね浜ちゃんこの後大逆転でモーニング娘。入ったらそういうことだけど、まあ、ないでしょうからねこの野球との例え方って難しいですよねどの時点の清原を言ってるのかどの時点の江川を言ってるのかとかで話別になりますもんね ただお互い言ってるのは多分10 19歳ハンマちゃんの19歳の時から今の20歳ぐらいなことっていうのを例えてくれてるんだと思いますだからそういった意味では全然分かっていますんでこんな話も引き続きお付き合いをお願いしますありがとうございますじゃあ続いていきましょうタカマックスさん、えー、最近クニさんを知ってチャンネル登録しました ハロプロのことのいろんなチャンネルがありますが内容なりすごい自分に響いてると思ったら田村エリコエリシーの名が好きなアイドルタイプが似てるところからしっくりくるのかなこれから楽しみにしてますので頑張って更新お願いしますあとっすえー、ね僕もねハロプロを取り上げてる他のチャンネルもけ結構見たりするんですよで同じような感じだったら参考にしようと思って見てるんだけど なんかこの感じは僕ね他のことどいろんなことやってもあんまり似ててる人が出てこなないタイプなんですね、まあ理由は多分自分ちょっと自分かって思い込みなところもあるのとあと結構僕人好きまあバレてるかもしれないけど人好きだからなんか人のテイストの中で表現できることだったらその人にお願いしちゃったりその人にやってもらっちゃおうと思うこともあったりするんですね。まあ、逆もかいだよねなななんか、うんそれ違うんじゃないなと思って ででもなななんんか戦いいたくないタイプなんですよでそうなるとどうなるかというふうにしたらやっぱり自分が話できたりあこれ今タイムリーだなと思うものをトピックにしていくっていうことで今試してる最中ですね。かその実験がっっていいたたただけたんだけんら嬉しい、ね、田村子ねこのねアイドル伝説エリコとよくキラリンレボリューションみたいなことっていうのを僕例えたりするんですけど。 内容とか違くても役割は似てるような気がするんですよね。これはよく言うんですけど2.5次元っていうところでアイドルの存在っていうのが2次元から3次元に行ってく橋渡しが上手にできてる作品な気がするんです。でマクロスもそうですよマクロスフロンティアとかもあのあれすげえけどねめちゃくちゃ何て言か逃,逃げらんないんだけどあそこ入っちゃうとだけどアニメと。 実際のコンサートとかっていうところをうまく融合してるなぁなんて思えてるのの最初期な気がする。長塾要塞マクロスもそうだし日高典子さんとかもそうですよね昔で言ったりからこういうところがもし分かってくれるっていうふうになると何て言うんですかディスカッションしながらやるのが一番楽しいかもしれないんでこれからもよろしくお願いしますそんな感じですじゃあ高松さんありがとうございました、えー、続いてえー、っと 坂久,久坂口さんあ,あ、いつもありがとうございますえっ、ー、とコメントにコメントされるとは思わずあ2度目か <laughs> 強めの言い方失礼しましたガチ推しとはとても言えないですがダンバラさんの人間力みたいなのがすごいなと思ってきていずれハロプロリーダーになってほしい人だなと思いますメイちゃんについての話ももっと聞きたいです <laughs> ねえパンダさんゲーム買っちゃいましたよ 全然このゲームとか興味ないんですオセロのねちょっと縮小版全然興味ないんですけどもう探しちゃいました <laughs> メイちゃんの話ねするよするけどタイミングどうしようかですよね僕ね、北県からだからややこしいよややこしいそれでちょっとホマリ行こうと思ったりとかやっぱ北側だと思ったりしていや,いやメイちゃん一緒とこうってなってる よくいるタイプです。<laughs> 話戻しましょう。ねダン段原さんねこれそうそうそうごめんなさいでしたね,ね、えっと、意地悪な子みたいに表現したんだけど全然そんな思ってないんだけどそういう言葉出てきちゃうってちょっとポンコツな感じっす。で <laughs> あのダンバラルルの一番いいところはこれ会社会社なんかもう忘れてんだけど一番いいところはルル自体が面白いことをやってるっていうことをみんなに表現できたらというふうに する今のタイミングにするのにちょっとフックがあったらと思いましたなんかこれ話してる間になんかこの意識俺返したかどうかっていうところも微妙になってきてるんだけどもし返してなかったらダンバラルルちゃんに魅力的なところっていうのを伝えるために言葉を間違うっていうところは以後もあったら訂正お願いしますということでございます僕めちゃくちゃ内容も含めてあの何押しとかもジュースの中で言いたくないんですけど もうオリジナルの5人はもう外せないのよ。もうそ,そこはロンズルに当たらず全員好きなの。でももうその次っつったらダンバラルールに決まってます。もう最高っすいや。もうマナカンも俺カントリー時代マナカン好きだったからね。らすっげえジュース大変なんです。で、レイレイも好きだから大変なんです。その辺分かってください。<laughs> っていう感じで、メイちゃんの話は今度しますんで、引き続き何か気になることあったらご指摘お願いします。そんな感じです。 じゃあ、この動画はここまでにしましょう。続いていきましょう。えー、米村キララ動画に、ね、これ、バースデーをお祝いした動画だったんですけど、コメントくれた方々にお返しします。えっ、ー、と、あ、またありがとうございます。レブロン・レイカーズさん、えー。ハロドリという番組でグループ結成までの流れをみんなで応援したい。ハロプロドリームというオーディションに受かるのは、米村と誰なのだろうか。うん これねハロードリンの動画のやつはまたちょっとコメントくれたやつ次のセクションで回答するんだけどここで出たんでお返ししますねえっとねみんなで応援したいムードにさせてるのは番組の構成の勝利でハロータの昔からの DNA というかそのルーツ知ってる人にとってはああいう番組なんかや,やったやったやっときたって思っちゃいますよね <laughs> で誰か多分ね落とし芸とかやるのよどうせ。 どうせやんので,でもこれ世の中ってそうじゃないですかざるにかけられる世界ってどこ行っても一緒だからもう関取りゲームを選んだ以上ね、うん、ここのドラマというところで俺キララ落とすこともういろんな詰将棋的に逆算してっても考えにくいのよただ彼女にドラマをどう宿らせるかっていうところだと思うんですよね彼女がやめなければ全部俺の中で OK なんだけど 新チームですかねまあそんなこと考えてます、うん。で、米村と誰なのだろうかっていうのは、まあ最右翼は石繰りでしょうけど、うん、なんか最近ためな足音いいなって、パスできんなって、でも淡々とど真ん中狙ってるとあの感じ。これね、ガツガツしてなくて見えていいのよ。でも実はソウルガツガツしてるのよ。ねえ。 それをハロドリとか面白いですけど面白いですから注目ってことですね。あとす、ね、じゃあ続いていきましょう。みんみんさん。うん。話がわかりやすいですよね。面接通りそう。これ、米村吉良さんに対してでしょ。うん。ラジオとか整理できてますもんね。あと、しきれてる。もう、うん。なんつうの。まあ、なんつうかな。<laughs> 脱皮してない金沢智子みたいな。<laughs> ね、間違いそうだねやめときます、ね、<laughs> そういうしっかりした感じともこもしっかりしてるからってことで言いたかったですはいじゃあ続いていきましょう後藤さんいつも動画楽しみにしてますハロードリが始まったことにより研修生に興味を持つようになりました番組を3回ほど見て米村きららちゃんに大注目してますかっこ地方のため一周遅れですか今年は。こんな感じの初心者きららちゃん推し かっこ閉じみたいな私には最高の解説動画でした。研修生は露出もすコンサートも少ないので、国尾さんのハロドリ解説動画はこれからも重宝しそうです。一周遅れて拝見しますね。笑い。ありがとうございます。ね、そうなんだよね。これ時間差がハロドリあるんですよね。そうそう東京と他は一周目で誰が見、最早くは誰が見えるのかちょっと抑えてないんですけど。うん ね僕この番組解説みたいなのをやってみようかどうかっていうところだったんだまど、あ、迷,迷わずもうやっちまえと思ってハロウィーのやつは毎週やってるんですよ。ですから明日また撮ることになると思うんですけど、ね、音楽的な視点にしたかったんだけど個人の発言の方に少し気を取られてるのが今のところなんですよ。番組の構成によってになると思うんですけど。うん 音楽的といったって僕のね、目線だから、それがもしアジャストしてくれたら嬉しいですけど、あと個人のところっていうと、なんつうのかな、気になっちゃうこの取り上げないように頑張りたいって感じかな。うんうん。なんかマイナス思考にさせたくないじゃん。で、自分もなりたくないじゃん。ね。だけど多分そういうとこわざとこれ番組出してるんですよね。突っ込ませるように。 うまく操られていこうと思ってますんで、そんなところを楽しんでくれたらと思います。ありがとうございます。じゃあ、米村きららちゃん動画はこの辺にしましょう。で続いて、西崎みくちゃんのに、これハロプロ研修生ですね、誕生日祝った動画にコメントくれた方にお返しします。えっ、ー、と、ヒロカレンさん、岡山でアイドルとタイアップといえば、韓国学生服ですよ。サンミュージックからタイアップ奪っちゃえ。これ、地元行ってないと分かんないやつですよね。 YouTube とかで見たら、観光学生服岡山とか出てくるのかなちょっと勉強不足ですみません。あの、拝見するようにします。サンミュージックね、大きいっすよね。でかい、でかい事務所。田村絵里子もサンミュージックだった。なんつって。じゃあ、ヒロさん、引き続き情報お願いします。岡山出身なのかな岡山が在住なのかなちょっと想像です。じゃあ、続いて。さあ、これシリーズ化して5回まで続いた太田遥動画に、 今週コメントくれた方がいて今太田遥かトピックを上げていくのかどうかと思ったんでこの括りに入れちゃいましたじゃあお返ししますねえっ、ー、と人工精霊 U1 さんあとす俺はペナルティーとして活動を休止させたのではなく太田遥かを守るために休止させたと思いますよ考え方括弧パズルを少し入れ替えてみればそう見えてきませんかうんわかるよ うん、前半わかるでパズルの入れ替えっていうのはい入れ替えられてないよね。あの一個この後ろにストックした感じだよね。変えるならばさそれこそ石りとか入れちゃえばよかったみたいになるじゃん。多分それしないのよ。 うん、で今でも石栗アンジュ行ったら面白いけどねそうすると研修精神グループのユニットがどうなるのってなるからねそういうの考えるの面白い期間っていう感じなんでしょうねで太田ラッキーよ <laughs> 今だって自粛っぽくなってないもん、うん、あの頃なんか持ってると思うよ自然に帰ってこれそうじゃない半年自粛したって言ったってメンバー全員 自粛期間なんだから。うん、なんか俺、太田遥が持ってる説ありますよ、うん。なんつって、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。えっ、ー、とあ、ごめんごめん、取ろうとしちゃった。<laughs> 切ろうとしちゃった。えっ、ー、と、浜浦綾の動画にコメントくれた方にお願いします。ありがとうございます。えっ、ー、とね、騎馬敬語退散。いつもありがとうございます。えっ、ー、と、彼女の今状況はてな。 なんかあまり良い形で事務所を辞めたわけでもなさそうですね暴動会社としてうんはてなはてなって感じです詳しいことはわからないけどはてなどうしてこぶし解散に至ったのかいろいろ自分は想像できそうなはてなびっくりが気がしますそんなの言わなくていいか浜ちゃんが問題なわけではないですよびっくりすいませんちょっと全部読んでみちゃい,見ちゃいましたじゃあこれに対して気持ちというふうにいきましょうね えーとね同意なんすよ同意なんすよでも詳しいこと分かんないけどなんか見えるよねこれはね「ハマちゃんが問題なわけじゃないですよ」が絶対でだけどハマちゃん今の状況だと次のページがさグレーすぎるんだよな 本人考えてなさそうなんだよなーってことですでもなんかやらないといけないからあとりあえずみんなの前でインスタライブは行っとこうってなってる感じでこれかわいいんだけどねこのかわいさが商品にならないと彼女はいけないから難しいよねってことで僕は歌わせてあげるのが一番迷わないで済むと思ううまい下手関係ないからねハマ、うん、ちゃんの今を 見たい人っていうのは、だってなんつうの、演技やったってモデルやったってみんな心配じゃん。そう思っちゃいます。でもわかります。ありがとうございます。じゃあ続いてトップ七三三セブンスリー七三いつも適当に言っちゃってすいません。いきます。今から新しく浜浦エイを知る人にとってどう映るか。スタイルは良いけど顔は怖い子もなく美人でもない。歌ははっきり言って上手い部類には入らない。 演技の才能はわかりませんが二十歳の知性ははっきり言って感じません事務所に所属するピンのタレントとして魅力があるのかどうか、えー、商品価値があるとすれば福田佳音さんのようなキャリアが生かせる道しかないのではと思います勢いのあるグループへの加入ができればファンを引き連れてのステップアップができるかもうんうんだな <laughs> そうだよね、うん、そうなのよでもカードがないのよ切るカードがね、うん、これさ福田香音が成功かどうかわからないけど作詞、まあ、しますってちょっとあれ大森成功グループ入りますっていうことでしょ そういういいあざとさはななよねなんかあのファール打ったりとかさなんかそのファールが判定によってはなんか球場によってはホームランみたいなさそういう <laughs> そういう感じのやつじゃないもんね浜ちゃんね浜ちゃん中距離ヒッターなんですよなんかホームランバッターじゃないのよでも福田カノンってなんか代打で代打の代打とかでもちょっと控えにいてここっていう時に 一発っちゃえる感じなのよで、それは勝負決まってる場面でのホームランなんだけどホームランはホームランだよみたいなで堂々となんかグラウンドこう <laughs> ゆっくりホームベースまで回ってるようなのが福田かのんかできる雰囲気なのよ。で浜ちゃんそっちじゃないのよ。ちゃんとゲームの中でツーベースなり進塁打なり打ちたい感じなのよね。ねそこが。う これ言われちゃえばそうなんだけどどうしましょうってことですよねこれは僕も答え出てないのでちょっとしばらく浜ちゃん見ていきましょうそんな感じですありがとうございますじゃあ続いてボラさんえー、厳しいのは分かって卒業してるでしょうハロプロ卒業して歌わなくなるのは寂しい共感しますねありがとうございますうんここは全く一緒だね、うん、寂しいもう寂しいんだよね分かっちゃいます 続いいいいて、えー、アリス側、これは三つ男さん、実男さん実でいいのかな。ごめんね、いつハマ、えー、ちゃん自身の言葉だと拳は5人でなければ意味がないこと自分とレイレイが残ったら事務所によって新メンバー追加して拳が継続してしまうことが嫌だったのか2点が本心でそれ以外のところは割とがっちりとは決まってなかったのかなと思いました。 解散前にソロ活動として次の活動が決まっていると発言していたのでもしかしたらちゃんと次の仕事とかステップアップとかの準備はしていたのかもしれないですけれどコロナ騒動で移籍予定だった事務所から採用見合わせだったり仕事が流れちゃったりしたのかなと思いました浜ちゃん自身が一,軸一番輝ける場所にたどり着けることを祈ります まあ正解でしょうねこれ皆さんの洞察鋭くて多分ほぼ正解なんですよ。で僕共感共感あそうだったんだろうなっていうふうなのが思ってたこと言われたり付け足してもらったりっていうコメント返しの連続な気がしてます。ねだからこのコロナ騒動があったかなかったかでぐらいしかちょっと予見できないよね。であれば現場だったら 極端な話そんなに大きい規模を目指さなければ舞台のちょい役とかで f c、まあ、m ラインとかでさ販売して売れてたと思うよそこそこでなんとなくこう舞台を繰り返していくみたいな感じになってたと思うでも僕はこれプラスな方に解釈してもらいたくて今こうなったもんだから踊ってみたとか歌ってみるぐらいしかちょっとやりようないじゃん 僕はそっちの方がいいのさ舞台こまごまちょい役やるより、うん、でも事務所ね事務所どうすんだろうね、うん、そこは注目してみましょうあとっすじゃあ続いてレブロン・カリーさん、えー、とこの動画で現状よく分かりましたまあ現状知って詫び入れてアップロン時に戻るのがベストかと、うん、ありえますね 詫びというニュアンスかどうか分かんないけどなんか事務所の方がでも今はお金そんなに回んないだろうからうーんなんか違う別の形未来的な新しい形の融合ってことが現実的な気がしますまあその辺は様子見ましょうありがとうございますという形で、えー、ちょっと長丁場になってますが次が最後です これ最後に入れたのはなぜかというと僕なりの意見僕だけの意見でいいところだからでございましたじゃあお届けしましょうアリス川さんですね引き続き今回の話ちょっと難しくて国雄さんの言いたいことがちゃんと汲み取れてないかもしれませんがイベントのコンセプトやオーガナイザーの考えに多様性があってイベントに色が出ていいなと思いましたここからハロプロはあんま関係ないので米返さなくてもらわなくて大丈夫です 直接関係ない独り言になるんですが自分はアニソンで以上たまにやってて実際にクラブを借りて不,安不定期でパーティーを開催していますアニメやアニソンそのものの魅力については割愛しますがアニソンって当時そのアニメを見ていた頃の思い出を思いあ思い出を呼び起こす副的な役割になったりすると思うんですあの頃の自分にとってアニソンやアニメ作品がどう人生に寄り添ってきたか 同じアニメ作品が好きなもの同士でも一人一人作品への関わり方が違っててとても面白いと感じていましたしかし最近のアニメは10年前の秋葉原系と呼ばれたオタクのものではなくなり消費され始めてきましたまたアニソン DJ もアニメの文脈ではなく曲のジャンルやキーコード進行などつな,ぎやつなぎや展開を失礼つなぎや展開に注力し 現場や打ち上げで飲んでもアニメそのものよりつなぎや音楽の話ばかりしてます DJ としては正しいのかもしれませんが DJ の前に一アニメファンとして個々の思いみたいなものが見えづらいなーってのが正直ありましたとまあハロープフと全然関係ない話を 書いた上にハロプロ DJ イベントはハロナイしか行ったことないんですけど国代さんの DJ はフィーチャー会の時にその子の物語や文脈を選曲し解説付きでつないでくいってくれるので新規の僕にはとてもありがたく楽しいイベントですコロナが収まったらまた遊びに行きますありがとうございます、えー、ハロプロナイト来てくれるねこういうパーティーというところの価値っていうのをなんか見失わないで届け られたんだったらまあ僕はこれ以上の喜びはないです。ね、であと DJ イベントも企画されているということでアニソンイベントね。うん、これねうん僕い2点共感でいこうかな。オーガナイザーのイベントのイメージとかってもう誰か僕以外の人入れた段階で正直100点はな,ないんですよ。 でそれを代理代行でやってもらうっていったらもうコンピューターとか正直 DJ もプログラムしてそのまま流れてもらってた方が思い通りなんですよ。であと話してる感じとか人どらいの感じで少しずつそのプログラムを間挟んで入れていくみたいな要は先発投手でもう投げさしてんだけどあ中継ぎ必要だなと思ったら系投だけ指示していくみたいな感じこれがとてもいいんですよ。でも DJ イイベントのオーガナイズっってどういういことかとかたら そうやって今再配している監督の立場、監督を入れ替えちゃうっていうのは DJ ってことですよね。だ監督リレーなんですよ。ピッチャーのリレーでもないし、メンバーの再配でも事実上のとこはない。そうなるとイメージ通りのことはできなくなる。で、他勢に無勢の世界だから、そっちの方が主流になり、なんか発信力が強くなったら、元々のオーガナイザー力っていうのはすごく下に位置していく。 まあこれででいいんでしょうけどねだけど究極もう一人発信あの受け手の趣味不特定多数の中でそこがああ叶えられる叶えられるっていうコミュニティ文化以外ないですもんね細分化化したコミュニティ文化ってことですでこれには僕もこれ言っててああ自分もそうだなってとこ共感しました。で結構近々までの昔の自分がこうでした。 で今どういう感じかっていうともう僕 dj イベントとかに期待値がすすごいい少ないんですよ今さっき言った理由が一つともう一つ付け加えるとすれば責任取った人っていうことになっちゃうのがオーガナイザーなんだけどトップ叩きすすごく上手なんす、ね、みんなんんねねみそうすると僕は比較的これでも叩かれ慣れてるから強い方だと思うんだけどやっぱね人間だから疲れるのよ。で パーーティーをやったりとか最初のすごい高いモチベーションってあるじゃないそこが共感得れなくなくる寂しさっていうことですよねなんかすごいオーガナイズすごい頑張るじゃないですかで全部の責任取って打ち合わせからとかお金からとか全部やるじゃないですかでそこをやってまだ結構楽しんでもらいたい人に文句言われちゃってってなるとあれ一緒に作ってたんじゃないのってなるしあと全然違うことやられちゃうとあれなんで 僕のねパーティーのところでやってるのって思いますよねだけどそれは今の世の中がそういうもんだっていうのをもう捉えるようにしてるでてあ,あんまりもうムカつきもしないしなんつうのあんまり余計なこと考えないようになってるあやっぱそうなったなってでも今現状こういう感じなんだから自分がそれに対して次のアイデア浮かばない自分が悪いなっていうように思うようにな,なんかなってます。 諦めたわけじゃないんだろうけどねなんかそうなってんので次このままずっとってこと多分ないんで次どうなるかは自分で自分も分かんないんですけど、まあ、アリス川さんがどういうふうな感じで次のねアニソンのイベントとか考えてるか分からないですけど僕から一個だけアドバイスできるとしたら自分に忠実であることの方が失敗したり他の人たちとちょっと、うん、考え方違うなってなった時も最後自分守れると思いますよ。 なの僕イベントをオーガナイズしてる人でね10年前でしょ。尊敬しますよ、うん、続続けけてる人は続けるお前の人ははお前ねこれね僕付け加えで言うと「ア y ヤ,ヤナイトっていうのを最初に始めた時に日本の J−POP もののイベントましてやアイドルもののイベントなんてクラブライブハウスば貸してくんなかったのよ。 でとにかく交渉を重ねて他のイベント、まあ、僕洋楽のもやってたからとか入れて少しずつお店の人と仲良くなって開催するで結構なんつうのそういう感じだったから嬉しいからグラブとかバーとかでやってみたらすっげえ騙されたりとかもねそういう経験はものすごくある世代タイプなんですよね。まあ、それでもやめななかっったたのは、まあ、人と出会いいい話しががら音楽聞いたりっていう面白さが あとそこでの思い出に何か勇気をもらうっていうのは結構あったもんでね出会いとかねまあこの辺は多分こういうイベントやってる人とか行ってる人は皆まで言わず同じなんでしょうだからそこがちょっとこの合致できる未来っていうのは僕らで意見交換しながら作れたら楽しいですねそんなこと思いましたねじゃあいつでも。 どんなタイミングでも遊びに来てくれたと思います。感謝します。そんな感じかな。うん、ちょっとね言い漏れが皆さんに関してもあるところ、もしありがちな人だから遠慮なくてご指摘ください。あと国ニチャンネルね、えー、どういうふうにやっていくかっていうところ、とにかくサブスクライバーを1000人に入れないといろんなこういうご時世じゃないえっ、ー、と流動できる予算資金っていうところが で YouTube でで用意してそれを現場に今みたいに収まった時って回していく手腕をいろんなお店に提案していきたいからなんかそこっていうのに力になってくれたらと思うんであの、えー、大げさにでもいいけどし,しれっとでいいけどお友達とかに紹介していただきながらお付き合いいただけたらと思ってます自分もそこ、ね、あの精進し頑張るようにしますんで,でてな感じです 日曜日、えー、お昼過ぎ夕方もう差し掛かる時間になっちゃいました国尾市長最長になっちゃってすみません、えー、ですけれども良い一日を過ごしてちょっと暑いですけどね、えー、とまたまたハローの話その他の話とかもしていきましょう今夜もう一本撮ると思いますまたその時に